どうみさん、こんにちは。10月21日、日曜日、動画撮っていきたいと思います。しあさっての24日、水曜日、浦和競馬で重賞行われます。まあ、画面出てますが、第28回埼玉新聞栄冠賞 S3 オープン戦、距離 1900m、出走11頭となっております。まあ、浦和のね、1900m 戦って言ったら、まあまあ珍しい方のレースかなと思いますが、撮っていきます。まあ、ちょっとやっていきましょうかね。1番、南陽マーク。高知から赤岡修司56。2番、メジャースリート、高橋哲也56。3番、プラントハンター、半沢よしみ56。4番、当選デューク、森タイト58。5番、トキュンエクセレント。岩手から変な騎手58。6番、山のファイト、本橋光太騎手58。7番、クラーチドール、庄司大輔58。8番、カンムル、酒井誠司58。9番、代々木マック、真島大輔58、10番、キスミープリンス、笹川翼58、最後は11番、グルームアイランド、三鴨と乗り踏み騎手で58キロと、以上の11頭となっております。まあ、S3 の馬なんでね、基本、S3 レースなんでね、基本的に、ほとんどの馬はやっぱり58キロで、まあ、負担重量軽いのはね、内枠にいる唯一の3頭がね、唯一56キロ背負ったぐらいで、あとのね、8頭は全部ね、58キロなんでね、まぁ、ちょっと面白くなるかなと思います。では一応印つけていきましょうかね。いらない出走表の紙と。よいしょ。よいしょ。ではまず1番のね、内容はマークからいきましょうかね。父がゼンノロボレ、母がフェリス、母の父はアフリート。A2 の馬か。金層は、なぜか浦和の馬なのに大井走ってんのか。珍しいね。先行馬でわざと大井走らせるっていうのは。まあ確かに浦和のレースって言ったらね、一般競争でも本当に1004、1005、で、ましては1006ぐらいしかないんでね。まあそうなってくると2000とかのレースになるとやっぱり大井使うしかないんでね。まあ1800は大井使ってますけど。川崎だとね、2100しかないんで、まあ微妙なんですよね。しかも2000もそんなに川崎はないし、まあそうなると多いしかねえのか。まあ前走10月9日、まあ中一周なんでね、これは除外でいいんじゃないですかね。2番メジャースリート、ダイワメジャースプリンターキャット、ストームキャットでいいのかな。こちらも A2 と。前走が9月24日、テレタマ杯、オーバルスプリント、完全に終わってますね。去年の JBC スプリントが14着。で、そっから、マガタマ賞、まあ、中2周で走らされて、で、休み明けどっぷり使って、9月5日、9月24日と。まあ、おそらくないでしょうね。失礼、3番、ブラントハンター、父、黒船、母がモスフロックス。母の父、サンデーサイレンス、A2 の馬。前走、動詞が特別、こちらなんと川崎なんで、ちょっと待って、なんとも言わねえな。マジで、4日前の水曜日なんでね。これはすごいっすね。連投できましたね。さあ、これも除外しましょうかね。4番、当選デューク。ディープインパクト、母がスーア、母の父が、フェリーキングでいいのかな？ファイリーキング、フェリーキング、どっちでもいいや。JRA からの転入初戦ですね。前走が京成杯、オータム、なんだっけ。まあいいや。すいませんね。京成杯、オータム、多分 G3 だってことはわかるんですけど、あれ G2 かな。うわ、京成杯。あ、京成杯、オータムハンデか。で、おそらく G3 か。になるんで、まあ、ダート戦に関しては、このまま初出走ってところですね。まあ、主なレースとしては、差し切り勝ちがメインってところ考えても、まあ先行しても、それほど、まあまあまあ、ちょっと問題はありそうだね。まあ初ダート戦でどうなるかってところなんで、まあそんなにね、課題評価できないんですけど。なんか微妙だな、ダート戦初出走だからな。そして5番、トケネクスレント。まあ騎手からしすぐに除外したいんですけど。前走、長月オープン。重賞としてはプラチナカップ S3 が6着。大賞オープンの地方交流戦が3着と。ちなみに勝ったのが、まあ、船橋の馬か。で、2着が川崎の馬と。一番人気でね、三沢ジョージ騎手。は？
三沢正治。あ、こいつ、去年の4月から今年の6月まで1年棒に振ったんだ。除外しましょうかね。まあ、除外しなくて、まあ、せめて3着か。一瞬見ず、ここ見ずに、こっちだけ見ず、一瞬三沢正治だから、あれやめてねえかなと思ったら。5番、一応3着固定でいっときましょうかね。6番、山のファイト。まあ、今年のね、京浜杯だっけ羽田杯だっけ両方っすね。勝った馬でございます。まあ、東京ダービーはね、距離長かったプラス、まあ、内枠でちょっと沈んじゃったんで、ね、大変だったんですけど。まあ、一応冬ね、こっから始動して、どこまでいけるかっすかね。まあ、主なレースとしては、まあ、結構賞金持ってます。栄冠賞、北海道戦3着。で、イノセントカップ、サンライズカップ、重賞に2連勝。で、まあ、船橋競馬にね、転入後、まあ、矢野調教師のところで、ニューイヤー、京浜杯、羽田杯と、まあ、3歳重賞、3連勝というところでね。まあ、距離1900ってところ考えてみたら、まあ、わざわざここ持ってきたのことに関しては、勝つ気満々と言わざるを得ないですかね。ただね、正直3歳以上のレースでね、この時期にこのレース持ってくるってことは、意外っすからね。ぶっちゃけ大井のマイルグランプリでも良かったはずなんでね、この馬からしたら。大井戦なら、なおさら多いだろうね。来週の、31日のマイルグランプリの方が適性はあると思うんですけど。まあ、おそらくこの子、この後はね、勝島王冠行くか、年末は、おそらく東京大賞典は無理だとして、まあ、浦和のゴールドカップあたりですかね、S2 になってくると思うんでね、わざわざここ使ったっていうのは、まあ、期待できると思うんですけど、まあ、先行馬なんでね、ちょっとは期待したいかなと思います。7番、クラージュドール。前走東京記念が、後ろから行ったけど伸びきれずと。負担重量が56。ブリリアントカップ58キロで、赤岡主治で差し切れず。ただ、金牌の S2 に関しては56キロで、差し切りと。ただ、金牌差し切って、その他のレース差し切れねえっていうのはな。まあ、あと他のレースで行くと、勝島王冠、おととしが6着。で、フサノ国オープンの交流戦が勝ってるぐらいか。あと、マーキュリーカップもリオが6着。ホーチグランプリ S3 かな ?S2 だっけこれ。S3 ですね。船橋の JR コールのね、ダイオライトオープンの、トライアル競争が8着と。まあ、どちらかというと、この子にはね、2000以下は足りねえって気がしますね。父親が、金亀、母の血、失礼、母レクレードール、母の血サンデーサイレンスと。まあ、金亀の母父サンデーサイレンスはなかなか面白いって言われてる血統なんでね。どうなるかなってところですけど。まあ、そこまで除外もできないけどね、どこまで差し足通用して先行馬に切り替えれるかってところは問題かもしれないですね。最後に先行競馬したのが本当に今年勝った金牌だけなんで、ちょっとね、出遅れ癖でもあんのかな。中央からの転入が。ああ、でも中央時代はね、差し切り勝ちで、軒並み勝ってるんでね。まあ、2着もいいし。まあ、ましてでも4着でも5着でもね、美味しい方なんでね。賞金220でも入れば。どうなるかな。8番、カンムル。サマーバーの群れに母の父が、スターデーナスか。知らねえ。外場わかんねえ。ああ、でも生産地シンボリ牧場か。前走が10月4日の千葉ダートマイル。4日、木曜日か。まあ、中2週ってところで。まあ、重賞としては去年のこの埼玉新聞会賞2番手から伸びきり勝ち、負担重量58キロ。戸塚記念とまあ連勝か。ただ、東京記念行っちゃったんでね。去年は。まあ、3歳戦なんでね。まあ、3歳だったんで、まあ、今今年4歳か。まあ、悪くないですけど、JRA から転入して、まあすごいですからね、早々と来た感じですね。ただそれにしては京浜杯、羽田杯とね、棒に振ったってところで考えると、はっきり言うとダバ。まあ、しかも黒潮杯もね、初戦11番人気なんでね、差し切りでも2着と。ちなみに去年の埼玉新聞演歌賞のメンバーとしては、ディアドムスか。ああ、よく2着来たな。タマモネイビー、セイスコーピオン、キスミープリンス、オウマタイム、グレナディアーズ、一心同体、バーゲンザイル、ハーキュリスと。
まあまあまあ、どちらかというと、JRA 競争に出たメンバーが多いっすね。ハーキュリーズなんかは、あれだっけ、JBC 出てなかったっけ？大井かなんかの。あ、ばっくり出てますね。まあ、その手のメンバーか。ああ、まあ、その中でカンムル勝ったのは、まあ、若かって、成績も良かったってところでしょうね。まあ、でもね、金層ちょっとね、2桁着順が S1、S3 と、サンタネトロフィーって S3 だっけ、今。S3 で合ってますね。なんでね、まあ、ちょっと差し足生かしきれずっていうのが多いんで、まあ、どこまで選考体制に戻せるかだとは思うんですけど。まあ、去年の栄冠賞からね、まるまる8ヶ月相手の出走になったんでね、今年の6月。まあ、負担重量プラス5キロ、そしてプラス2、プラス4でプラス3。一回、まあ、多分これ成長分だとしても、どうなるんですかね。ちょっと心配なところはありますね。そして9番が、代々木マック、唯一の川崎バトル。あれ、多分唯一の川崎だよね。あ、違う。時のエクセレントでも川崎にいたんだ。めちゃくちゃ興味ねえからどうでもよかった。まあ、川崎から2投目か。よいしょ。父がスクリーンヒーロー、母がサベキンハート、母の父がサンデーベル。JRA から転入4戦目、鞍上オール町田直樹騎手で、今回、マシマか。主なレース者、ペテルギウスステークス、おととしが3着。でっかいレースは軒並み出てねえのか。まあ、スポーツニッポン月杯8着、川崎マイラで S3 7着、前走トインクルバーセディショーが11着と。すごいね。軒並みガス欠か。しかも前走のガス欠これやばくねえか。6番手、5番手から10、11。もう走る気ねえじゃん。12秒はちょっとやばいんじゃねえか、トップから。12秒だとすると、丸々離れてんな。2秒1馬身。0.2秒で1馬身か。で、2秒で10馬身って言われてるんでしょ、確か。60馬身ってことになるよな、ざっと換算で。多分、そんぐらいじゃないですかね。で、ここ見ていくと、トップから0.5離れた馬で1馬身半。まだいたあれか、0秒2で、半馬身か。いいのか、0秒2でだいたい半馬身ぐらいか。だから、待てよ。多分1秒で5馬身だよな。で、2秒で10馬身。結構離されたが。まあ、これはもう除外でいいんじゃないですかね。運を除外しましょうかね。もう無理でしょ。で、10番がキスミープリンス、笹川翼騎手。ノーリーズン、キスミープリーズ、藤木世紀。前走アフターファイブスター賞。はぁ、短距離か。ハリター・アキラで、差し切れず。1秒6。まあ、8馬身ぐらいか。で、前々走が一般のオープン戦か。3歳以上。多分 A1 下のハンデ戦か。3歳以上オープンだから、まあ、そんぐらいか。川崎マイルズ3が9着。柏の葉オープンが3着と。で、去年のこの競争6着。ゴールドカップ S3 が4着と。なんか、そのうち故障してもおかしくねえぐらい面白い使われ方してんな。金杯走った馬にアフターファイブスター賞行かせるって。まあ、昔で言う本当に成田ブライアンみたいなやり方っすね。これはいつ故障するか面白そうだね、逆に。逆にそっちが楽しみですね、この子。11番、グルーマイランド。父がヤマニンセラフィム、桜フィースト、母の父、桜チヨノオ。山人ときて桜桜か面白いな。前走フリオスレジェンドカップ、3着と。スパーキングサマーチャレンジ4着。オグリキャップ記念笠松遠征4着。スポーツニッポン月杯3着。で、金沢時代にはマーキュリーカップ遠征して8着。白山大賞典トライアル勝ってんのか。
で、東京記念が12着。白山大賞典7着。これ次やな、オグリキャップ記念連覇してんのか。あ、連覇じゃねえか。あ、行ってねえのか、こっちは。こっちでオグリキャップ記念行ってるだけか。2年前には川崎記念来て7番人気8着か。ただ、包丁オールスターカップ勝ったから優先出走権か。多分そんな感じっすね。すげえな、思いっきしガチ差しで1馬身か。これは南関東メンツ丸つぶれじゃん。まあ、ちなみに2015年川崎記念勝ったのが北高だろお前。そりゃそうだか。すげえな。あのサウンドトゥルーが届かねえってことはな。北高すごかったんだろうな。ただこの子もともと船橋に在籍持ってたんだ。北海道直後は。すげえな。北海道から船橋まで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12連勝か。なんで首切られて船橋飛ばされたんですかね。船橋やね、金沢か。あれ、この人って船橋の調教師でいいんだよね。あ、そうっすね。なんでこんな馬が金沢なんかに飛ばされたか、若干気になりますね。ちょっと競馬棒に振ったかありますね、2年間。2016、2017と。まあ今年ね、やっと、2月から大井に戻ってきたのか。まあ、このメンバーでまだこの子がね、7歳と考えると悪くはないと思うんですけどね。でも本当にこの2016年、2017年、もうちょっとこっちにいたら、着順変わったかもしれないですね。たかが10月の試合で1番人気5着に飛んだだけで、首切り、はい、さよならっていうのも、なんか論外としか言わざるを得ねえんだよな。しかも、ああ、そっか、でもあれか、こいつデビューが遅かったのか、3歳で。そうですね、3歳条件未勝利でデビューして、まあ、2戦目で勝って、ドドンと連勝したから、もうちょっと早めにデビューできれば、よかったんだろうけど、3、4、5、6、7、8か。3、4、5、6、7。まあ、でも、悪くないんじゃないですかね、トータル的に考えても。まあ、一応先行は出ておきましょうかね。ってことで、まあ、内枠3頭のね、負担重量56キロ勢の A2 馬は全部除外したとして、まあ、4番差し馬、5番が3着ぐらい、6番先行、7番差し、8番が微妙、9番アウト、10番アウトと。で、11番が先行馬と。で、去年出てくれてたカンブルのおかげで、成績が見やすいと。まあ、去年に関しては先行先行差しで決着。まあ、そういうことにしとくか。じゃあめんどくせえから行きましょうかね、さっさと。先行馬が6と11なんで、まあ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 、ここで当たり前だろうな。どうしようかな。なんか微妙なんだよな。タンムルが8番だっけ？まあ悪くねえんだよな。じゃあこれ除外するか。で、除外した結果残ったのが4番が差し、6番先行、てかこれダートが初出走、7番が差し、8番がタンブルか、まあ、去年の勝ち馬なんでね、そんなに除外はしたくないんですけど。で、11番の、三河本騎手が先行と。すげえな、綺麗に5頭になっちゃったな。まあしょうがないですね。内枠3頭除外して9番10番、まあここ代々木マックと、キスミープリンス除外したら、まあそれは5頭になりますな。で、5番の10歳馬も論外だとしたら。まあ、そりゃそんなもんか。ってわけで、今回ちょっと、幅広く買いましょうかね。ちなみに、おととしの、払い戻し金いくらだ？2番人気、6番人気、10番人気。まあ、ついて8000円ぐらいか。ああ、それでも1万5000円つくんだ。ああ、じゃあいいね。じゃあ美味しいね、来たら。どうしましょうかね。よいしょ。どうしようかな。まあ、頭2頭は確定してるんで、これとこれ入れるでしょう。
どうしようかなまあカンムルがでもな、本当にここ最近の成績があんまりよろしくないんだよな。いくら4歳とは言ったものの、走る気なくなっちゃったのかな。サンタアニタトロフィーがね、もうちょっと着順前だったらよかったんですけど、さすがにな、ドベの13着でトップから2秒1、まあ10馬身離されてるんでね。そこに関してはちょっと感化できねえんだよな。まあ、叩き2000でプラス2だからね。つって、まあ、それでも1ヶ月丸々休んでるからあれなんだけど。まあ、しかも前走が10月4日、中2週だからな。ちょっと絞ってこれたら話は変わると思うんだけど。絞れんのかな？どうなんだろう。しょうがねえから、こういくか。まあ、カンムルが勝ったら、そらくたばれってことにしときましょうかね。ってわけなんで、推奨馬いきましょうかね。まず本命が8番のカンムル。そして2番手評価、失礼、6番の山のファイト。で、3番手評価、11番の三河本騎手でいいんじゃないですかね。で、4番手評価、まあちょっと面白そうなんで、JRA から、転入初戦の、当選リュークでいいと思います。ちょっとお待ちくださいね。馬主さん誰だか見てみましょうかね。こっちからアクセスすれば馬主さんギリギリ見れるはずなんですけど。無理だっけな。ああ、いけたいけた。当選。まあ、やっぱりそうっすね。この馬主さんっすね。まあ、なんで、まあ、問題ないんじゃないですかね。一応、推奨馬はこうしときましょうかね。ちょっと見にくかった画面で申し訳ないですよね。一応、推奨馬、こちらの4頭にしときたいと思います。で、3連単の解明、こちらでいきたいと思います。4番、6番、11番、頭に。あとはね、除外されなかった5頭ずつの、計何点なんだろう、これ。4、6、3、3等、300円が、1、2、3、4、1200円。まあ、多分36点ぐらいか。そうっすね、5等ボックスの、3連単で確か60点のはずなんで、多分36点で合ってますね。まあ一応今回はね36点。まあむしろね、メンバーが少ないんで、まともな馬が。おそらく赤字になる可能性もね、高いと思いますが。あ、これ挟むな。まあ一応無難に、この5等勝負でいきたいかなと思いますね。まあ俺はね、ガチでもう買うとしたら、もうこれ絶対無謀な買い方としては、6番山のファイトからグルームアイランド、61から3連複3点流しでもいいと思いますね、いっそ。まあ、5頭しか買わない人はね。まあ、5頭の、3連複でまあ1000円なんで、まあ、どうなるかぐらいってことになると思うんですけど。まあ、俺はね、もし、水曜日24日か。もし買えたらね、6番山のファイトから、グルームアイランド、1点軸で、ちょっと4番、7番、8番に、まあ、流してみたいですね。間違ってもこんな内枠3頭が来るとは思えないんでね。まあ、ちょっとどうなるか。期待したいけど、まあ、クソな馬しかいねえ競争だなと思いますんで、この辺で終わりにしておきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。